皆さんこんにちは、マックスブライです。本日は青空キッチン、星が綺麗。アップバンクを読んでいたらこんな記事を見つけました。松茸の香りはあれ、長谷園松茸の味お吸い物を使ってなんちゃって松茸ご飯作ってみたのコーナー、イエーイ。長谷園のロングセラー商品松茸のお吸い物、お吸い物以外にも様々な料理に使えるのをご存知ですか？長谷園の公式サイトでは毎日の献立に役立つこと間違いなしのアレンジメニューが多数紹介されています。そんな中でも松茸風味のキノコご飯を実際に作ってみたいと思いますということで、これが松茸ご飯になるらしい。松茸の代わりになるのはそうエリンギです。エリンギを1パックぶっ込むだけ。材料お米3合ドン、多分これ2合半ぐらいしかないかな、3合あるかな。はい、でエリンギ第2本、嬉しい3本。私もこのエリンギ、北斗のエリンギよく買いますけどね、やっぱり本数が多いやつ買い気味ですよね。でお吸い物の袋3個、これ4袋入れるらしいんですけど3個使う。で結構入れますね。ね、結構入れるね。で醤油が大さじ2と2分の1で、日本酒大さじ1と2分の1、三つ葉が適量、これを全部ぶっこんで炊くだけ。ほほー、三つ葉美味しそうだな。三つ葉もあります。すごい、坂田さんありがとうございます。彼女はアップバンクの坂田さんです。概要欄に記事のリンク入れておきます。皆さんぜひとも参考にされてください。じゃあ早速作りましょう。まず米洗います。ちょっと残念ながら計量カップがないので、多分これ私の中で3合ですね、 2.5 合ですね。これそのままいきます。いや、3合ぐらいあるか、結構ありそう。ちょっと洗います。このお米の量に対して水が見えないです。はい、もうちょいかな、気持ちもうちょい。米完璧でございます。続きまして、お水、あ、はい、お水の量は普通でいいんですか？3合だったら3合分のお水に3つ袋入れると。お吸い物の袋、イエス、簡単、めっちゃ簡単。ありがとうございます坂田さん。で私は先日山で料理をするときにこのエリンギをですね包丁で切ったんですよ。そしたら和平と佐久間さんに言われたんですよ。あ、エリンギに包丁使うんですねって言われて、え、使いますよねって。そしたら、いや、エリンギは手で裂いた方が美味しくないですかって言われて、え、そんな味の違いってありますっていう会話をしたことがあるんですが、あの後家で料理をするときにですね、エリンギを手でしばいてみたんですけれども、意外と難しくて、もういいです、包丁でいきます。綺麗に裂くのは難しいですよね。めっちゃ難しい。そんな難しいことを私に要求したんですかって家で思いましたよ。でももうね、しめじなんて松茸ですよね、実質。それエリンギっすね。エリンギなんて松茸ですよね、実質。あ、でも食感はまあ近いっちゃ近いですけど。近いね。こちら参りますよ。ダバダバ入れていきます。ダバ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 。あらまあ、あらまあ。でここにお吸い物をぶっ込みます。3袋。すごいな。大胆だよね。なんか男の料理だね。結構3もいっちゃっていいんすかね。でさらに醤油と日本酒っすよ。1、2、わー、ありがとうございます。なんでその誰が買ってきたか分からなくて、こう今後それどうするんだろうって思ってた日本酒がまさかここで役に立つ時が。し
醤油大さじ2分の1って結構多いっすよ。大さじでしょ、ぐるぐるぐらいありますよ。大さじ1でこれぐらいで1入りましたね。1入りましたで2でさらに3の半分、結構こんぐらいだと思うんだよな。でこちら佐賀さん焼酎です。これ日本酒ないんですよいいでしょ焼酎で、まあ、ちょっと少しだけ2分の1、変わんないですよ、変わんないですよ。こんなもんで、もうちょっとか、はい、こんなもんで。醤油に比べたらちょっと日本酒が、焼酎がだいぶ入った気がするな。入りましたね、だいぶ入りましたね。だいぶ気前のいい感じで入りましたね。ちょっとこれを混ぜしますが、箸を持っていきます。混ぜます。はい、見てください、すごいっすね。味はしっかりつきそうですね。ね。そしてなんかこれがまずいわけがないという雰囲気がもうすでに出ているが、まあ、まずいわけないよな。まずいもの一個も入ってないもん。ちょっとがっつりこう混ぜさせていただいて火にかけます。で完成。三つ葉はどうします。三つ葉ラストあとで、はい、これを火にかけます。参りましょう。あれ火ないじゃないですか。え、火どこですか。 あっちの焚き火ブースですどういう面白い会社があったの。ここがキッチン台だとしたら、普通キッチン台にコンロあるじゃないですか。確かに焚き火です。いや焚き火でやりましょう。焚き火です。頑張ってください。じゃあ焚き火のブースへ行くぞ。せーの、ダンダンお吸い物何個入れました。3つです。よろしいですか。はい、おきますよ。じゃあこの鍋はですね、この基地をくれた佐久間さんがついでにくれたやつです。くれた、置いてった、置いてって、まだそう、それは返すって言ったんですけど、そのままでした。正式にくれてるのはない大丈夫かな。なんかこれはサクッと美味しく必ずご飯が炊けるらしいんですけど、皆さんあれですか、キャンプで美味しくご飯炊けますか。いや難しいですよ。で焦げたりとかね、これ今結構炭になりかけてますから、ね、途中で崩れますよ。なんかね、こう焦げたりとかめちゃめちゃだったりとかいろいろしますからね。するする。なんかコツ聞いてなかった、これのコツ。あ、でもあれですよ、あの鍋を美味しくご飯を炊くコツはですね、鍋をつついてください、適当な棒で、うん、で、あの中がゴトゴトゴトって言ってきたら沸騰してます。あの手がガーッ、そうですそうです、感じてください。なるほど、フィーリングか。で、ゴトゴトしなくなったらそこで火をこう火に下ろして蒸らす。10分待ってください。そしたら大体炊けますね。じゃあここからしばらくは待つ。吹いてきた、あっという間に吹いてきた。これあっという間にこの鍋吹いてきたけど、これ火が強すぎるんじゃねえか。でもなんかこの鍋はもうグツグツが収まったら OK みたいな鍋だった気がします。ハイテク鍋。こんな大げさにコトコト言います。これちょっと強火かもしれないですね。火包まれてます、ね、炭直ですからね。まあただもうこうなってしまっては我々には止める術はないこの行く末を見守るしかない。まあコトコトが終わったらいいと思いますけどね。このパカ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 が炊けてる感がすごい。でもね、ものすごい炊けてる。今開けたいけど開けちゃダメだ。もう鍋もしゃもじも準備万端。ただこれそんなにすぐなくならないよね、このブクブクね。はい、しばらく時間かかりますよね。ここに蒸らし場を準備しました。さながら蒸気機関みたいになってますね。まあでもこのコトコトがなくなるともう多分全部中の水がなくなっちゃいますからね。いやこれお吸い物の匂いするんじゃないですか。もうすでに風がそっちだからな。もうタケノコの風味してないと思う。
炭の匂いです。なんか早くなってきた、早くなってきた。あ、終わりが近いか。あ、静かになった。ラスト、ラストだ。もう最後だ、最後。カタ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 。あ、なくなりましたね。まだね、出てるんですよ。一応なんか押してみます。何の感触の跳ね返りもないけど。あ、じゃあ OK なんじゃないですか。ちょっと一回場所を曲げちゃっていいんじゃないですかね。いや本当まだ多少水が来てますけど、あげますか。ことことがなくなったんだったらいいんじゃないですか。じゃあちょっとあげます。蒸らします。では蒸らしタイムが終わったので開けたいと思います。参ります。パカッ。おお、え、成功じゃないですか。なんかちくわが増えてますけど、ちくわはお吸い物から出てきたのか。海苔とちくわはお吸い物ですね。おお、オッケー。わーわーわー、熱い熱い。わー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 、すごいね、よくすごい上手に焼けてる。あんな滝の凶暴な、あ、おこげ。さくらさんのやつすげえ。すげえなこの鍋。ユニフレームだと言ってました。あんな凶暴な焚き火でこのクオリティでご飯が一発で焼けちゃうなんてすごくない？これはすごい。香りがすごくいい。ちょっと今秒で三つ葉持ってきます。ちょっとだけ待ってください。さあ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 、三つ葉じゃん。盛り付けまーす。え、すごいんだけど。え、これ完全に。ちょっと待ってください。え、松茸ご飯じゃない見た目。いいっすね。いいっすね。ちょっと私もいただきますわ。香りから。え、すっごいいい匂い。めちゃくちゃいい匂い。いただきます。めちゃくちゃうまい。これはうまい。松茸ご飯な感じしますか。これはですね、松茸ご飯です。あ、厳密に松茸ご飯かと言われると厳密には違うんですけど、10点満点だとしたら8.5ぐらいで松茸ご飯。だからこれは実質松茸ご飯です。すごいいい香りだし、三つ葉もいい。うん、エリンギの歯ごたえもいい。大成功だと思います。これ本当の松茸ご飯とこのエリンギご飯を目隠しして食べさせたいね。あ、それね、結構怪しいね。あ、そのレベルですか。うん、結構怪しいと思う。下手したら分かんないくらい。ええー。ちょっと本物持ってこいって感じだね。本物と比べないとどれぐらい香りが強いかとかちょっと分かんない。今本物がないから分かんないんだけど、ただうまいよ。最高だね。これは最高と言ってもいいと思う。あの醤油とか日本酒なかったけど代わりに焼酎。いや、素晴らしい。
うん、うわー、うまい、うまい、うまいと思います。概要欄にアップバンクの記事リンク入れておきます。皆さんもぜひともお試しください。この後我々ゆっくり食べたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。さよなら、また次の動画で。